はい、皆さん、日本スコット発表しましたよ。日本代表発表。いやー、これはやっぱりね、これ食べながらちょっとウイスキーも飲んで、見てたんですけど、すごい、いやー、楽しくね、いいスコットでしたね。まあ、まあ予想通りっていうか、あんまりね、サプライズはなかったけど、まあちょっと今は、そのメンバーを振り返りたいと思います。いいですか？まずは、プロップですね。はい、稲垣、キズ、クー、中島、アエバル。中島入ってきたんですよね。うん、やっぱ怪我の件で PNC は出てないけど、パシフィックネーションズ出てないけど、やっぱりその、ね、ナンバー8からのプロップ変更して、いやーすごいですね。やっぱりサイズ感が必要かなって思うけど、その時は彼が選んだんだけど、いや、プロップたち5人しかいないけど、かなり今日本のスタイルですごい体力が必要だと思いますよ。うん、間違いないですね。で、このメンバーに選べました。若いんですよね。やっぱ経験は日本代表の少ないんですけど、稲垣一番トップは28キャップあるし、ラグビーワールドカップ行ったんだけど、まあこのメンバーで行くと思うんですね。2人もスーパーラグビーの経験はないですね。このスコットの中が一番、この2人しかいないんですよね、スーパーラグビー。参加してない人ですね。フッカーもいます。北で坂手、堀江です。北ではキャップデビューはない選手は彼しかいないです。うん、スーパーラグビーも一つしか経験してないけど、堀越も話したんですけど、堀越はすごい素晴らしい選手って言ったんですけど、いや、もうもちろん才能ある選手。でも、北でのラインアウトのスローの、成功率はかなり上だから、それで選べたんですよね、選んだんですよね、ジェイミー・ジョセフが言いました。うん、北出選手、もちろん坂手堀江は、まあ、メインになるけど、もし怪我があったら北出は入ってくるんですよ。ロックはトンプソン・ルーク、イエス、いいね、年寄りちゃんと参加してるね。いいね、トムソン・ルーク、本当に、いや、期待する選手ですよね。ラグビーワールドカップ、今回はね、4回目になりますよ。4大会目になるんですよね。ウェンピー、ヴァンドワールド、ヘル選手、モア選手も、経験少ないけど、まあ、今年はあんまりね、スーパーラグビー見たときは、大丈夫かな。でも、パシフィックネーションズはかなり活躍してたし、すごいワークロードもめっちゃ多かったから、フィジー戦見ればわかると思うけど、彼は結構活躍できる選手だから、まあ今のスタイルで、うん、かなり合います。うん。フランカー、ナンバー8たちちょっと見たいと思いますね。ラグビーワールドカップ2回目のつい選手、入りますね。やっぱり経験ある選手は大事だと思いますね。徳永選手も、今年はスーパーラグビーのフォームはあんまりね、だけど、やっぱパシフィックネーションズの時は、もうこの6人の選手はすごいいい風に見せたんですよね。うん、徳永選手もそうですよね。やっぱハイテンポの試合はできる選手だから、まあ入ってきたんですよね。うん。リーチキャプテンですよね。リーチがキャプテンじゃない場合だと、ラブスカフネはキャプテンになるんじゃないですかね。まあ、英語は喋れるし、すごい大事なポイントだと思いますよ。うん。姫野選手もいるんですよね。間違いない姫野。あとマフィー選手もいるんですよね。ラグビーワールドカップ経験する人はまあ3人います。はい、バックスもいるんですよね。重野、田中、流れ、まあこの3人ですよね。うん。3人か2人は選ぶか、まあ、ジェイミー・ジョセフも言ったんだけど、JJ 言ったんですけど、やっぱ怪我の件である時も、まあいろんなルールもあるけど、まあとりあえず3人入れますって。まあこのメンバーもうかなりね、どんなメンバーでも強いから、間違いない。田中選手の経験もすごいあるし、うん、いい感じですね。スタンドオフも、まあ予想通り田村松田ですね。うん、田村松田、まあなんていうですね、スタンドオフは本当に2人しかいないけど、なんかあったら、入試みたいになんかあったらちょっと不安があるんですよね、それはやっぱり。うん、で、田村選手も経験あるんですよ、ラグビーワールドカップ。センター、まあ、センター一番、こんなポジションの中で一番弱いかもしれないんですよね。まあ、経験は少ない選手をね、多いけど、まあ、トゥーポー、中村、ラフェーレ。いや、もちろんパンチあるんですよね。俺は中村選手は結構好きなんですよ。うん。
で多分スタメンになるんじゃないですか。坪尾選手も、まあ、15番でも13番でも活躍できるし、ラファエル選手も12か13でもどっちでも入ってもいい選手だから、うん、まあやっぱりそれで選んだんじゃないかと思います。うん、いやー、まあ梶村すごい好きなんですよ私。だけどやっぱ梶村は13番しかできないラオマペ的な感じですよね。やっぱりラオマペも選んでないじゃないですかね、オーブラックス。ちょっと梶村もそういう感じじゃないですかね。うん、ちょっと似てるね。うん、ウィングフルバックを見たいですね。福岡選手、モエキオラ、レメキ、松島、山中。うん、モエキオラはね、モヤキオラはね、若いですよね。まあすごい経験少ないですよ。うん、ただやっぱり彼がでかい、まあ大きい選手。ちょっと今みたい、あの福岡、レメキ、松島みたいな選手より別のそういうのを思ってますよね。うん、だから選んだんって選べましたねって言いました。あ、まあ見たいですよ。114キロのウィンガーももちろん見たいですね。フルスピードでちょっとスペースあるとかなりね、あ、いい感じになるけど、まあ彼はどこまでできるか、まあロシア戦出るんじゃないかと思いますけど、うん、どうかな、ちょっと気になる選手ですよね。それではまあ前回のワールドカップとかいろんなスコットは2007と2011年、2015年のちょっとスタッツあるんですけど、ちょっと比べたいと思います。2019年のスコットはやっぱりフォワードは18名、うん、でバックスは13名ですね。うん、まあ、前回よりちょっと違うんですよね。17、14でその前16、15の割合でした。うん、まあプロップも5人入ってますけど、まあプロップ本当にね大変。まあまあフォードは多い目を選んだ理由はやっぱり、まあゲームスタイルは、日本のゲームスタイルはかなりに速いんですよね。テンポアップする試合も多いから、だからまあ4試合やるんでしょう。うん、本当にそれは活躍するメンバーはやっぱフォードは大変だと思いますよ。うん、バックスより大変だから、まあまあかなり18人は少ないと思うよ。もっと入れた方がいいかもしれないけど、まあとりあえず18人になりました。やっぱテンポが早いから、まあ疲れちゃう。まあそういう、なんていうですね、リカバリーが大事になるんじゃないですかと思います。うん。バックスはやっぱり、さっき言ったんですけど、いろんなポジションできる選手はかなり選べました。うん。だから13人になった。まあスクラムハーフは3人になったんだけど、その他のメンバーはいろんなポジションもプレーができるから、まあオプション的なことがあるんですよね。だから13人になったと思います。ラグビーワールドカップ経験あり、まあ2014年も同じですね。9人が経験ある選手は入ってます、このスコット。今年もそうですよ。2011年は7人しか経験ができなかったね、ラグビーワールドカップを。うん、これは、うん、面白いスタッツかなと思ったんですよね。スーパーラグビー経験ある選手は、これも面白いんですよね。今年はかなり多いんですよね。やっぱりさすがスーパーラグビー、サンウルズとして、まあサンウルズだけじゃないけど、いろんなチームもあるけど、まあ 94%、 29名が、スーパーラグビーの経験ある。あと2人、さっき言ったんだけど、まあ一応ウルフパックも入ったんですけどね。その前は9名、5名、2名しかなかった。かなり違うと思いますね。今年は期待はできると思います。あとは、マニアックのスタッツあるんですよね。トップリーグのチームは、一番代表多いチームはやっぱパナソニックですよね。その次はサントリー、神戸、トヨタ、まあブブリッツですね。東芝、カノン、ホンダ、あとわずかですね。うん。さすがロビディーンズですよね。ロビディーンズのね、陰でいろんなことができたんですよね、ここまで。あともっと、まあ大学ラグビーの気になる人も多いから、これもあるんですよね。帝京やっぱ多いんですよね。7名が入ってます。東海大学は3名、あと拓殖大学も2名です。あとわずかですね。あとね、1人ずつは結構多いんです。じゃあ皆さんどうだった？結構まあ予想通りか、それかサプライズあったのか、うん、皆さんのコメントはもちろん聞きたいので、ぜひコメントしてください。まあ
これからいろんなね期待ができるし、来週の南アフリカ戦もあるし、もしよかったら英語でやるんですけど、あの他の YouTuber とあのポッドキャストはちょっとやると思いますよ、もちろん英語でやるんですけど、もし興味あれば彼のチャンネルはスキニーブルーという人、南アフリカの人なんですよ、明日は一応録音するし、来週は出ると思いますよ。まあその時であのリンクするので、まあとりあえず彼のチャンネルもあると思いますよ。もしよかったら彼いろんな南アフリカに関しての話はするので、彼は結構面白いですよ。うん、ぜひ行ってみてください。それでは皆さん本当にありがとうございます。また見てくれるすごいありがたいことだから、まあいよいよですよね。ラグビーワールドカップも本当にあとわずかだから、でチームも発表してスコットも発表したんだから、結構まあここからね面白いことじゃないですかね。いやー非常に楽しみですよね。来週も南アフリカ戦だし、本当に皆さんありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。